片倉小十郎、伊達輝宗、伊達政宗に仕えた人物です。本名は片倉景綱。伊達政宗の窮地を何度も救い、生涯支え続けました。多くの武将が彼の才能を認めており、豊臣秀吉も大名待遇で迎えようとしました。片倉小十郎か、うちに欲しいの。数多くの戦いに従軍した片倉小十郎ですが、戦国最後の戦い、大阪の陣にはその姿はありませんでした。ある理由から従軍することができなかったのです。1557年、米沢にあった八幡宮の神職、片倉景重の次男として生まれます。小十郎がまだ幼い頃、両親が相次いで亡くなります。父上、母上。下を向くな、前を向きなさい。姉上。姉の北は20歳ほど年上で、小十郎にとっては母親のような存在でした。でも泣くな、前向け。北は文武両道に通じ、兵士を好む女性で、小十郎は北から多くのことを学ぶことになります。泣くな。北の存在がなければ、師匠片倉小十郎は生まれなかったと言っても過言ではありません。1567年、伊達輝宗に嫡子が誕生。その子は梵天丸と名付けられます。彼こそ後の伊達政宗です。梵天丸、ご挨拶なさい。あ、こんにちは。声ちっちゃ。北は政宗の乳母に任命されます。よろしくお願いします、梵天丸様。早速ではありますが、声が小さい。は、はい、圧がすごい。北は独身であったため、乳母というより養育係という役割の方が大きかったようです。彼女は政宗の人格形成にも深く影響を及ぼします。姉上が乳母に。大変だろうな、梵天丸様が。姉上めっちゃ怖いもんな。そんな中、小十郎もある人物に見出されることになります。ある人物とは、輝宗の重臣、遠藤元信。遠藤元信は小十郎の才能を見出し、輝宗に推挙します。諸説あり、北による推挙だとする説もあり。ほう、なかなか才覚のありそうな小僧だな。そこの子供、少し私と話をしないか。え、は、はい。こうして小十郎は伊達家と関わるようになります。輝宗の小姓となった小十郎は、遠藤元信から直接剣術指導を受けることになります。そんなものか、小十郎。いい待て。あ、この人姉上よりも怖い。遠藤元信の指導もあり、小十郎はめきめきと実力をつけていきます。数年後、19歳となった小十郎は政宗、9歳の教育係に任命されます。伊達家に近い家柄でもなく、ただの小姓の教育係への就任、異例の抜擢でした。わ、私が。小十郎よ、お前になら政宗様を任せられる。頼んだぞ。はい。小十郎は政宗の下で活躍を続け、後に重臣として重用されるようになります。私が政宗様をお支えする。北もそうだけど、小十郎も圧がすごい。政宗様、私があなたをお支えします。うん、頼む、近い。小十郎の政宗に対する忠誠心はかなり高かったようです。小十郎の忠誠心は異常とも言えるほど高いものでした。1585年、息子重長が生まれた時の話。旦那様、男の子が生まれました。普通なら喜ぶところですが、小十郎は違いました。あの世に送り返せ。は、主君より先に子を授かってしまうとは、何たる不忠。小十郎は政宗にまだ子供がいなかったことを気にして、自分の子供を殺そうとします。このことを聞いた政宗は小十郎に手紙を送ります。え、何考えてんだあいつ。やめてくれ。お前の言い分もわかるが、それだけはマジでやめてくれ。どうか子供を助けてやってくれ。政宗の説得もあり、小十郎は思いとどまります。そんな出来事があった頃、伊達家が奥州を統一する。伊達政宗は武力による奥州統一を目指していました。1585年、
伊達家に激震が走ります。畠山義次による伊達照宗の拉致。政宗様、照宗様が畠山義次に連れ去られました。何、父上が。政宗は自分の父照宗ごと畠山義次を葬ります。貴様正気か。この出来事がきっかけとなり、一鳥橋の戦いが始まります。父上の弔い合戦だ。行くぞ小十郎。はい、政宗様。戦いの最中、政宗は敵兵に囲まれ窮地に陥ってしまいます。し、いかん、ここから救援に向かっては間に合わない。小十郎は政宗を窮地から救い出すため、ある奇策を打ちます。やあやあ首相なり、我こそ伊達政宗である。小十郎は自らを伊達政宗だと語り、敵の注意を引きつけて政宗を救い出します。助かったぞ小十郎。その後も数多くの戦いに従軍、政宗をそばで支え続けます。政宗が領地を拡大する一方で、豊臣秀吉による天下統一は着々と進んでいました。1590年、豊臣秀吉は北条征伐のため小田原へと進軍。北条を潰す。この時政宗は選択を迫られていました。北条氏と伊達氏は同盟関係にあり、政宗は秀吉に味方するべきか北条に味方するべきか選択を迫られていたのです。秀吉が北条に攻め込む、俺はどう動くべきか。政宗様、ここは秀吉に味方すべきです。今すぐに小田原へ参陣する準備をなされよ。小十郎、対局を掴んでいるのは豊臣秀吉だ。今は秀吉につくほかない。政宗様を、伊達家を守るにはその道しかない。政宗に小田原参陣を決意させたのは小十郎だったと言われています。小十郎の活躍は諸国にも広がりつつありました。片倉小十郎か、うちに欲しいの。豊臣秀吉も小十郎の才能を買っており、三春五万石の大名に誘います。小十郎は政宗への忠義を貫き、この誘いを断ります。時は流れて1600年、徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍、総大将は毛利輝元が全面衝突、関ヶ原の戦い。この時政宗は最上義明と共に上杉軍と対峙。家康からは自力での領土回復を許されていました。100万石のお墨付き。かつて秀吉に取り上げられたが、あれは我らの領地である。必ず取り戻すぞ。しかし伊達軍は上杉軍に苦戦を強いられ、取り返せた領地はたったの2万石でした。くそ、前を向いてください。政宗様。おう、近い。ああ、なんか懐かしいなこの感じ。政宗は関ヶ原の戦いの後、居城を仙台に移します。こうして伊達政宗を藩主とする仙台藩が誕生しました。政宗様、見違えるほどご立派になられた。私はこれからもあなたのおそばでお仕えしとうございます。1602年、政宗が仙台藩主になった後、小十郎は白石城1万3000石の城主を任されます。一国一城令、居城以外のすべての城の破却を命じるものが敷かれる中での特例扱いでした。真偽は不明ですが、徳川家康は伊達政宗と片倉小十郎を分断する目的があったのかもしれません。あの二人が一緒にいると何かと怖い。ちょっとでも隙を見せたら謀反起こしそうだしな。この頃小十郎は病を患っており、療養を必要としていました。かなり太っていたようで、おそらく糖尿病だったと言われています。小十郎大丈夫か。あまり無理するな。お気遣いありがとうございます。それから十数年後、戦国最後の戦いを迎えます。1614年、大阪の陣。この時の小十郎は病床に伏せっており、動ける状態ではありませんでした。くな、政宗様のおそばで力になるのだ。政宗様のおそばで。父上、父上、ここは私にお任せください。重長、父上に代わり必ずや政宗様をお守りしてみせます。政宗様を任せたぞ重長。はい。小十郎は
嫡子重長を大坂の陣に参陣させます。1615年片倉小十郎はこの世を去ります。享年59歳。片倉重長は大阪の陣で敵将の後藤元次を討ち取るなどの功績を立て名声を上げます。世間からは父にも引けを取らない鬼の小十郎と称されます。そして父小十郎亡き後は家督を継ぎ片倉小十郎を名乗るようになりました。片倉重長の活躍もあり、伊達政宗は大阪の陣を生き抜き、徳川幕府三代将軍家光の代まで仕えることになります。片倉小十郎、彼は伊達政宗に忠義を尽くし生涯を生き抜きました。その人望は厚く、小十郎を慕った家臣6名が殉死したと言われています。今日の名言、愛すべき尊敬する人を見つけて、その人のために自分の人生を送ったら、僕たちは最も温かいベッドを手に入れられるのです。リチャード・バック。次回の日本史漫画は政宗以上のぶっ飛び野郎、片倉小十郎エピソード5000。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。